マナセはユダ王国の王。父はヒゼキヤ。12歳で南王国、ユダの第14代の王となり、55年間在位した。彼の生涯は、列王記した21章1から18節、歴代史した33章1から20節に記されている。列王記は彼をバール崇拝、アシタロテ崇拝を再興し、国民を苦しめる、不経験で邪悪な王として描き、 ユダ王国の滅亡の直接的な原因は、マナセの罪であったとしている。また、預言者イザヤはマナセによって、ノコギリで切り裂かれて殺害された。考古学的に見ても、マナセの政策は、アッシリアとの徴工関係が原則となっており、父ヒゼキヤが反アッシリア政策を取り独立を保とうとしたのとは対照的であった。アッシリア側の非分にも、 マナセがエサルハドンに貢ぎ物を収めた者の一人として記録されている。創始国の神を崇めることは、当時のオリエントでの外交関係では、時代の証としてよく見られたことであり、マナセのバールやアシタロテ信仰への系統と、ヒゼキヤのユダヤ信仰への系統は、時代と自主という世俗的な外交姿勢と対応が見られる。列王記とは対照的に歴代史は、 マナセがバビロンに連行された際に改心した後、偶像や悪事を捨てて良い政治を行ったと記している。後者の味方から、旧約聖書外典のマナセの祈りが表された。死後、息子アモンが王位を継いだが、在位2年ほどで暗殺された。その後を継いだ王が、新明期改革を断行した、ヨシアであった。ありがとうございます。